じゃあ本日初参加レッドホーネッツさんです。こんにちは。皆さんもぜひ映りますからね。さあということでレッドホーネッツさん第一試合どうでした？いやちょっとやっぱり次から気合入れてもう一回気合入れ直して頑張ります、ね。この形式うまくいって予選何位でもトーナメントで勝てば優勝なんで、はい、あもうそこをうまく利用してそうですね最後勝てるようにやっていきましょう。もう一回勝て直します。レッドホーネッツさんこの名前の由来は何でしょう？大学時代に、はい、そのみんなで、まあ、アンケート取って、はい、で一番人気が高かったのでそれで決まりました。あじゃあ大学の仲間ですか？大学の仲間とあとその友達がまた集まってやってます。なるほど、はい。普段はどの辺で活動してるんですか？普段はまちまちなんですけど、はい、まあ、所沢付近とか、はい、あとはまあ都内たまに行ったりとかでやってます、うんうん。そうなんです。もう完全に動画インタビューしてること忘れてますよね、はい、じゃあ最後ぜひこの後戦い意気込み聞かせてください。誰でもいいですよ。基本キャプテンに投げる。いやもう本当最後、まあ、優勝できるように、はい、まあ、全力出して頑張ります。ありがとうございます。この後も頑張ってください。レッドホーネッツさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと真面目な感じでした、ね。